ついに東京にも台風上陸による首都圏の交通麻痺、都営新宿線、運転再開後の大島、元八幡間の様子をお送りします。注意事項、ご確認ご出発進行。ご視聴ありがとうございます。本編前に LCD の注意喚起をお読みください。守れない場合ブラウザバック押してください。視聴マナーに皆様のご理解とご協力をお願いいたします。皆さん、いつもご視聴いただきありがとうございます。弥勒です。さて今回は超大型、台風15号により、普段台風に強い新宿線が始発から8時近くまで運転見合わせ、運転再開後の様子をお送りします。新宿線で一番最初に設置された最新型電光掲示板も撮りたかったので、篠崎からお送りします。ちょうど来たので乗り込みます。毎度同時に、朝の通勤ラッシュ時間帯にしてはいつもより、車内はすし詰め状態でほぼ身動きが取れない状態で撮影しています。並行してる東京メトロがよく止まる荒川です。なぜ都営は同じ荒川通るのに JR と都営は平気なのか、都営新宿線は開業当初から鉄橋に風よけ柵が設置されてるため、ある程度の風でも安定して走れるようになってるため、大型台風以外徐行しなくても走れるのです。最初から風対策に乗り出したため、メトロと違い風に強いと言われていた。だがしかしこれだけ風で止まるメトロ、東西線、あれだけ運休出しておきながら未だに風よけが設置されておらず、同じ地下鉄の都営、新宿線より2時間遅めの10時運転再開。私的には毎年この現状なのでいい加減に風対策してほしいと思う。それについてはメトロのやる気次第です。肖像権の問題であまりにもレンズ化に向けられませんが、普段の新宿線と違う雰囲気です。普段2列に並んでお客が待機してますが、今回はあまりの混雑でごちゃ混ざっています。もちろんホームまで行列ができるほど今回の混雑排除でした。いかがでしたか？今回は普段台風に強い新宿線の様子をお送りしました。ご意見、ご感想はコメントにてよろしくお願いします。ご乗車ありがとうございました。お降りの際、チャンネル登録、通知音など、お忘れ物、落とし物のなさいませんよう、十分にご注意ください。お乗り換えのご案内です。当チャンネル他の動画をご覧になられる方は、動画下のアイコンをご利用ください。